元ン代は、江戸時代に、戸様大名のうちで願い出て、フ代大名の扱いとなったものを言う。主にフ代大,大名の血筋の者が、戸様大名の家を継ぎ、幕閣に置いて、長年の功績を立てるなどした場合、もしくは、戸様大名が、幕政に参画しようとして、フ代への格上げを望んだ、時にこの扱いとなった。願いフ代とも記され、フ代格。 五不代に準ずる大名という場合もある。後世には準不代大,大名の呼称も使用されるが、歴史学的な用語である。大事林では、相馬長と脇坂中塚佐、加藤野と秋田山城、諏訪伊勢、戸沢山和の六夜のみとしているが、大和田哲夫は東堂高虎も、元不代に含めており、真田や堀家も、元不代とする資料が存在する。該当する。 大名家が自動的に札扱いとなるのではなく、願い出で初めて許可された。また、願い出れば必ず許可されるというものでもなく、堀家のように却下された例もある。元不札となると、江戸城内での指向席の格が狩りの間詰め、菊の間詰めから定官の間詰めに上昇し、老中への道が開かれるとともに、官位の面でも14位下自重に昇進が可能と、 なるなど優遇された。以上の6夜は大一林に所在されている。さらに、夏季の家が含まれる場合もある。ありがとうございます。